でえー、っと一つちょっとあのあえて先生にお聞きしたいんですけど、はい。脊髄神経ブロックって、はい、どえー、っときちんと合併症なくブロックが成立すれば、はい。 高さってどこでもいいですか質化じゃなくてもいいああいやーどうでしょうねまあ基本的には上の方でブロックしとけばいいような気はするんですけど質化し,しかやったことがないので<ー>ちょっとわからないですねは,はい質化って意外と難しいんですよねあのチルト 多分こう発症神経ブロックの中で一番チルト操作が必要なブロックだと思うんですけど、ね、はいはいはい、はい、そうですねそ,それはなぜかというと大体の皮膚の走行と大体神経の走行がこう何十十度か二十度か違うのではい、はい、皮膚に直角にプローブを当ててもはい、はい、神経あんまり見えないんですよね膝、はい、のところってチ、はい、ルト操作が必要ですねでこうこう皮膚がこうこっちが等速でこっちが膝側だとするとはい、はい はい、ええ、こう当ててもダメで神経ってこう走ってるんで、ええ、こう当てなきゃダメなんですね。うんうん、はい、そうですね。こう当てると神経はあのすごく、はい、見えくよく見えてくる、はい、良きになるんですよね、はい。で、そこってなかなかまま、ね慣れてたら見えるんですけど、初学者の先生って意外とそのチルト動作が、あの神経って見えないにくいんですけども、はい、うん。一方そのえっと座骨神経ってそこから上こう ヒップの方までずっとですねもう限りなくこう、うん、果てしなくこう大体二頭筋の下を通ってるんですよね。うんはい、だからこのヒップからあのひ膝のまあしつかの部分ではもうだ大体あの二頭あの今僕四頭筋って言うか大体二頭筋ですね。二頭筋ですね。大体二頭筋の枠、はい、辺になってるのである、はいはい、んですけどもあとはもうここら辺のすべてのレンジで大体二頭筋の真下を通ってるんですよね。ははい。はい。そうすると そこでブロックしてもいいいんじゃないなののかあこれはもちろん多分おそらく、えー、と僕のイメージの中で副外がまあ前提になってくると思うんですけど、はいはい、見えやすいところでこ,うこのレンジであればどこでもブロックしていってもいいのかなとかちょっと思うんですけどいやあのおっしゃるようにあの見えやすければそこでもいいと思ってるんですけどもまあ質感の部分は浅いっていうところがあってあ,あのー、まあ 針を入れた時の誘導も最短距離でいけるかなと、うん。意外とハムって、あのスポーツ選手とかだとめちゃくちゃ熱いんで。ええー。そのハムの中央だと、あの。なんだろう、大体神経まで、あ、じゃじゃ、坐骨神経まで。三センチとか四センチとか普通にある人いるので。はい。うん、質化だと本当に浅いですよね。はい、えー。特に太ってる患者さんとかは。ああ。質化でやるのが一番いいかなという。 逆に、はい、あのヒップの方に近づくと大体に頭筋の金符が薄くなってきて、はい、結構浅い位置でこう見れたりもするんですよね。ああそうなんですね。う,うんそこでもいいかなとかちょっと思ってて<ー>、えー、もちろん質化でもいいんでしょうけど、えー、だだ見やすいとこで打てばいいのかなまあそうですね。他にこうね危険な構造物とか分子とかっていうのがないはずなので。えー えー、まあそこでもいいかなとか言って思ってるんですけどどうですかいやあの本当に見やすければあのいいと思いますし、うん、例えば質化で見やすいはずなのに見にくければちょっと僕も上にあのもエコのプローブを持っていくことも<あ>たまにあります。あなるほどな、もううちょっとで。えー、そうでそすね。<laughs> だけど、ま、めったにないですけど。<laughs> う まあのねう小さ方ねええ、あとはその分岐の位置って行為って結構個人差あったりしますあそれはありますねあ本当に。ええ。そうすると見やすい位置でもなんか結構離れてちゃってちょっと面倒くせえなみたいなことでもあるんですかただですね 15cc もあればそのうち広,まっ広がっていくのかなっていうふうに思ってましてうんうん、うん あまりそこにこだわって針を、あのー、さらに進めたりとかいうことはしない感じですね。うん、なるほど、なるほど。そうか、先生の場合は、はい、術中鎮痛は別にこうそこは求めてない部分になります、ね、そうです。そうか、はい、そこ、はい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。